ダニエル・リカールド・マニングはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。現在はベイクフォレスト大学のバスケットボールチームのヘッドコーチを務める。選手として1988年に全国大会優勝を果たしたマニングは2008年にもコーチスタッフの一員としても優勝に貢献している。父親は元 NBA 選手のエド・マニング。大学時代からスター選手だったマニングは カンザス大の通算ポイントと通算リバウンド数トップの記録保持者として1986年に NCWA 男子バスケットボールトーナメント準決勝進出1988年には優勝を果たした。大学通算2951ポイントはビッグ8カンファレンス記録となり1988年には様々な団体から賞を受賞。 1988年の NCWA トーナメントのオクラホマ大学との決勝戦では31ポイント、18リバウンド、5スチール、2ブロックを記録する大活躍で圧倒的不利と見られていたカンザス大を奇跡的な優勝へと導いた。オールアメリカンチームにも2度選抜されている。さらに全アマチュア構成最後のアメリカ合衆国代表チームメンバーにも選ばれ、 1988年、ソウルオリンピックで銅メダルを獲得している。1988年の NBA ドラフトでロサンゼルスクリッパーズに全体1位指名を受けたマーニングは、同リーグで15シーズンにわたって活躍した。NBA 通算12,367ポイントを記録し、1試合平均14ポイントをマークした。1年目は、 膝の怪我によりわずか26試合の出場に止まったものの1992から1993年のシーズンには1試合平均22.8ポイントの自己最高成績を残し NBA オールスターゲームに出場翌シーズン2度目のオールスターゲーム出場を果たした度重なる膝の怪我で2度の手術を受けたマニングは1996年以降 ベンチでのスタートを余儀なくされた。1997から1998年のシーズンには1試合平均26分間の出場時間中13.5ポイントをマークする活躍でリーグ最高のリザーブ選手の送られる NBA シックスマン賞を受賞。当時の NBA で両膝に手術を受けてから復帰した選手はマニングだけだった。1999年には ミルウォーキーバックスにトレードされ、プロ最後の4シーズンは、様々なチームを転々として過ごした後2003年に、引退を表明した。引退後は4年間カンザス大バスケットボールチームのスタッフを務め、2006から2007年のシーズン終了後は、アシスタントコーチへと昇格して2012年まで、務めている。2012年に、タルサ大学のヘッドコーチを2シーズン務めた後、 2014年4月4日、ウェイクフォレスト大学のヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。